こんばんは。鎖骨綺麗。ありがとうございます。明日手形買いも楽しみ。おお、私も楽しみです。はい、皆さん目が合えて嬉しいよ。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。えがいです。寒いですね。私は今ファンの方からいただいた足を入れて温めるやつをやってます。ジュリナさんとスズランさんは大丈夫かな。何かあったんですか。え、何かジュリナさんとスズランさんに何かあったんですか。私はずっと家で、今日は久しぶりにね、父と母が明日会えるので、ずっとね、お正月ずっとちょっと前、お正月のだいぶ前から父と母に会えてなくて、で東京から出られないんですね、今こんな時期ですからね。あとは会えないので、会えてなかったので、お家をちょっといろいろ掃除 してたんですよ、お家を。お家を掃除したんで、今日一日全然携帯見てなかったんですよね。なので全然わかりませんでした。そんなことがあったんですね。大変だ。なんか来た。そう、サイン会と手形会ね。緊急事態宣言が出たんですかね。そうですよね、緊急事態宣言が出たのなら、そうですよね。まあ愛知も大阪ももうすぐ多分出るのかな。今回の冬将軍はマジで最強だね。今回の冬将軍はすごい最強だと思います。昨日私雪降ってたんですよ。雪降ってて、私ちょっと今お腹の調子があまり良くないんですよ。コロナとか関係なく、もうコロナとかそういう風邪とかじゃなくて、まあ、そういう時期がね来るんですよ、1ヶ月とかにね。それでお家から全く出ないようにして、こたつにずっといたんですけど、すごい雪降ってて、窓見たらでビューン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 言ってたから、ちょっとウォーキングやめとこうと思って、今日も昨日もウォーキングは行ってないんですよ。風邪ひいたらダメだし、あとは体を今冷やしちゃダメなので、私冷やしちゃダメだし、まあ、無理して行ってって思って、なんかそう無理していくのもどうかなと思ったのでやめました今日は。で家でずっと掃除したりとか、洗濯物干したりとか、洗濯物はやったりとかいっぱいやってましたね。はい、また在宅勤務になっちゃったよ、しんどい。在宅勤務ね、大変だね。体温めてます。これとファンの方からいただいた、今これもファンの方からいただいてたんですけど、あとこれ、なんかここに、ここのファスナーの中になんか電子レンジで30秒温めて入れて、なんかそしたらここからカイロみたいにあったかくなるよっていう足のやつがあるんですよ。スリッパもあるんですけど、これ使ってみたいなと思ったんで今日使ってみたらいいですね。こういう今の私の体にはとてもありがたいもんですね。自粛しなくていい世の中になりますように。そうですね、韓国も今大雪と寒すぎて外に誰もいないよ。雪、なんか私の私がフォローしてるインスタグラムの K-POP アイドルが雪の中ぴょんぴょん飛んでた気がする。ねがいちゃんかわいい、美人やな。ありがとうございます。ぬくぬくしてましょう。ぬくぬくしてます。もうこれ終わったら明日はそう手形会があるので、体温めるためにちゃんと暖房もつけたし、おこたも今は消してるけどおこたもつけてたし、お風呂にちゃんと入ろうと思います。お掃除してママさんのへそくり見つからなかった。見つかりませんでした。見つからなかった。なんか夜の8時以降お店も全部閉まるしよ。だね、夜の8時以降はなんかお店ダメですみたいなありますよね。でもね、夜の8時以降私外にね、なんで出んコンビニ以外出ないんですよ。
なんかコンビニ以外出ないっていうか、外にご飯を買いに行かないようにしてるので、なんか太っちゃダメだから。でなんか本当に、例えば本当になんかストレス溜まって甘いものが食べたい、辛いものが食べたいっていう時はコンビニに行ったり、まあ薬局に行ったりして食べるか、家にあるもので食べるか、最終的にもう寝て我慢するかなんですけど、それもね、コンビニも閉まるのかな、わかんない。コンビニは24時間空いてるよね。だって緊急の時にね、大事だからね。やっと見に来れた。はーい。ね、最近ね、本当に寒くなってきたから、自分は2日に1回くらいの買い出しです。そうですよね。私はね、もう、ほぼ、なんか、ほぼね、家に、食べ物が、冷凍食品とかあるので、今日はこの前買った朝ごはん